始まった。あ、こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ハロー。お、皆さんこんばんは。今日は高尾サーヤンと一緒に配信してます。やっほーやっほー、イエーイ。鏡、今日もかわいいアイパン、マーチンさんありがとうございます。そう、コラボ配信です。これ昆布じゃないから昆布流星さん、ハートありがとうございます。マーチンさんもみかん、コンサート中なの大丈夫、みかん、こたつみかんありがとうございます。こんばんは。そう、ヨッピーいるよ隣に。ありがとう。昆布、そう、昆布昆布じゃないわ。流星さん、ハート100個ありがとう。リボンかわいい、リコちゃん、こんばんは。のとさん、ハートありがとうございます。そうだそうだ、今日おとなしくしてます。ねぐるさん、こんばんは。そうやんさんもこんばんは。そうやんさん、タコありがとう。ギルさん、こんばんは。豆腐さん、こんばんは。毎日これだけ初見です、嘘です。すみっこずきさん、こんばんは。タニーさん、ハート100個ありがとう。ナナセンシズさん、ハートありがとうございます。待って待って、テロップ書いとこう。モッチーさん、こんばんは。こんばんは。なんか新鮮、新鮮ですか。ごめん、あ、タコさん、タコさん覚えてるよ。七千秋さん、ハート100個ありがとうございます。あやパンが映ってないね。さあやん、え、テロップ書いた。うん、書いたよ。まったりとか、そうだね、まったり。ヘイさん、タコありがとう。サーヤンと配信、テロップ書きます。ユージさん、かわいい、ありがとう。覚えてるよ。かわいい、10個。まったりかりん様、よし。やっほーやっほーやっほー。何する？の、なんかね、投票やりたいな、投票ね、投票やりたい。ヘリさんのこたつみかんありがとうございます。え、投票どうですか皆さん。あーちゃんさん、バラありがとうございます。さん、うっかりあんこさん、だるま、ありがとうございます。こんばんは。横は誰ですか。横は高尾さやかちゃんです。ミスターうこじゃないわこんばんは。そう、投票好き好きアイドルなんで、私投票好き好きアイドル。そう、投票好き好きアイドルだからそうなの。そうそうらしいです。お、ふっかんさん、今日はちゃんと見れるんだ。どっちで見るべきか、じゃあどっちも、どっちで見るべき、どっち一緒に見てください。どっちも交互に。お、しんじさん、個別うちは予約しました。お、ありがとうございます。テラさん、おタコありがとう。投票好き好きアイドルって初めて聞いた。そう、投票好きなんですよ。ともちさん、タコありがとうございます。あやぱん、あやぱん、あやぱん。お、みやびさんが初見さやかルームから来てみました。お、みやびさん、ありがとう。さやん推し、あんぱんじゃないわ、あやぱん。今日はあやぱんとね、いろんなね、ね、話をね、うん、していこうと思います。広島在住だけど大阪の握手会も行きます。中幸さん、ありがとうございます。待ってます。待ってるね。サイヤ人、そう。カレーパン、お、サイヤ人か、
カレーパン配信です。一押し二人なの。カレーパン配信、素敵なリボン。あ、くどりこから来た、ありがとうございます。パンさんかわいいと書いてある。パンさんかわいい、ありがとう、ありがとう。あやんはそう、カレーパンかわいいです。さやのリボン普通にならない、これ普通にならないそう、ガオさんハートありがとうございます。パンさんかわいいな。エンジョーさんもこたつみかんありがとうございます。なんでカレーパン配信なんですか。え、だってヤッピーサーヤンカレーパン、カレーパンじゃないや、サーヤンカレー好きだし、私はパンが好きだからカレーパン配信です。お、あやぱんよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いしますこんばんは、こんばんは。言うまでもなくかわいいあやぱんサーヤンの昆布かじってみて。かわいいよサーヤンの昆布じゃないですよ皆さん。そう、なんか昆布って言われるって言ってるよサーヤンが。昆布サーヤンじゃないわ。クレートマンさんかわいい、ありがとうございます。見て、ちゃんと見たねえ、昆布じゃないよね、うん、ほら昆布じゃないよ、ほら昆布って言ったら怒るよ、ほらねえ、そうやろ、昆布って言ったらね私が怒るよ、うん、おーなんだってそうだよ、昆布じゃないよ。ゆうきさんかわいい、ありがとう。あ、ありがとう、ちょっと待ってください、コメントが。クリカしてるの実はね。裏方のやでさん、クマありがとうございます。クマ、昆布じゃないから。こんばんは、こんばんは、手振ってありがとうございます。いつでも怒ります。そう、もずくじゃない。こんばんは、ご飯食べてた。お、何食べたんですか。さっきね一緒にご飯食べに行ってた。そうそうなんです。サイアンとこたつみかんでこ、ありがとう。あーちゃんさん、バラありがとうございます。もう今だからめっちゃお腹いっぱいですめっちゃお腹いっぱい。奇跡の何食べたの。ハンバーグ、タコ、ありがとう。高尾さんって呼んで、今後今後推しって書いてる。高尾さんこっち向いて、だって恋愛、恋愛小説家さん。あ、なになに、こっち向いてだってエリさんハートありがとうございます。え、中華丼美味しかったです。そうです、そうそう。三浦みのるさんこんばんは、こんばんは。エリさんハート100個ありがとう、ね、いきなりねあやぱんから電話があってね、ねん、中華丼の話。あ、そう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 。そう、私が買ってあげたんですよ。そうそう、いるって言われて、サーヤに中華丼。そう、いるって。鶏の鍋だよ、雑炊食いすぎ。ゆきさん、え、雑炊はたくさん食べたらめっちゃお腹がいっぱいになるよね。わかる、それ、めっちゃお腹たまりますよね。こんばんは、えりちゃんさんハート100個ありがとう。え、サーヤのメール面白い。え、てかね、あれよ、あれあれ、女の子にしかね、ヤッピーの監視悪も申し込み中だよ、ね、そういう、そうそう、そういう意味だけど、おー、ヤッピーの監視悪も申し込み中だ、ね、クリエイトマンさん、メールのね、メールにしか書けないってこと、そういうことなんだよ。その言葉がなかったね、ごめんねあやぱんのご意見、いや、普通に払いました。いや、でもね、サーヤンがね、優しいからね。え、私優しい、そう、サーヤンが優しいからね、あ、ね、出し、あのね、いいよって、お金いいよってね言ってくれたんですよ。そうだけど、払ったけど、ちゃんと、あ、さっきね、さっきね、そう、さっきのさっきのさっきの、そう、いいよってね、そうそう言ってちゃんと払いましたけど、うん、なんかすごいねいいよいいよって言ったけど、サーヤン、そう、
よくできた子です。サーヤン配信と行ったり来たりで忙しい。見たくない。ありがとう。マスオさん、はじめまして。はじめまして。お、山さん、ありがとう。ね、サーヤン太っ腹だよね。炎上さん、ハートたくさん。そうかな。ありがとうございます。なんかね、アイパン映らないんだよね。高尾さんにしかギフト投げません、ごめんだって。誰？ゆうきさんな、ゆうきさん。あ、私にも。炎上さん、ハート100個ありがとうございます。あ、トマトさん、褒められると喜ぶんです、さやかは。そうです、そうですよ、そうですよ。トマトさん、タコありがとう。二つみかん、ありがとうございます。あやぱんにしかギフト投げません、マーチーさん、ありがとう。ありがとう。トマトさん、かわいい、ありがとう。え、タコ踊り、タコ踊りってどうやってやるの？タコ踊り、タコ踊りのこと。タコ踊り、タコの真似してるだけなんだよ、私。これ？うん。これタコ踊り。タコの真似してるの。タコ踊りだって、これ。くどやんさん、こんばんは。炎上さん、あ、タコ、タコ、タコありがとうございます。前髪良き、そう、私前髪の量がちょっと多いので今少しだけこっちで止めてます。一応ここにしておくか。さやかのタコ踊り変なんです、だって。何？変なんです、みやびさん。変じゃありません。台山北斗さん、タコありがとう。そう、こもちんさん、ハートたくさんありがとうございます。お、釣った、釣りました。釣った、イエーイ。なんかね、うん、距離がね、うん、距離がつかめないね。そうだね、距離がつかめないんだよね。ね、お、ふっかんさん、はじめまして、うちのサインがお世話になっております、だって。お、はじめまして、こちらこそお世話になっております。ゆうきさん、こたつみかん猫ありがとう。ギルさん、ハートたくさんありがとうございます。無音、無音なの？あ、ハート100個ありがとうございます。サーヤのこと取らないでください、リコさん。どういうこと？サーヤのこと取っちゃおう。サーヤのこと取らないでください、だって。リッキーさん、こんばんは、初見です、こんばんは。ネッシーさん、タコ3個リフト。奇跡の左足さん、はじめまして、初見です。おー、はじめまして、来てくれてありがとうございます。アキさん、ありがとうございます。リゴさんは設置力ない、取っちゃう、取っちゃう。コキンさん、コキンさん、こんばんは。サーヤンです。マカロニさん、サーヤンから来ました、握手、挨拶のために握手申し込みました。わあ、ありがとうございます。すごい、誰、裏方のあれさん。ありがとう。ゆいゆいさんみたいになった。撮っちゃう、撮っちゃう。こんばんは。タコ踊りしてるよ。タコ踊りなのかわかんないけど。みんなあやぱんかわいいなって言ってる。嘘。嬉しい。あやぱんかわいいなって。あやぱんだよ。あやぱんです。お、一
ケイマさんおかえり。こんばんは。さやかさん仲良くしてくれありがとう。ノンさん、あ、こちらこそありがとうございますキヨピーさん、こんばんは。こんばんは。かわいすぎる。ありがとう。え、エビナさん、リッキーさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はリボンついてるよ。コマチンさん、ハートありがとう。おしに白眼鏡の白眼鏡のトミーさん、はじめまして。今度はお、横浜行きますね。ありがとう。ありがとうございます。かわいい白メガネのトミさん、ありがとうございます。待ってます。今日の方多いかな。ナゴンヌさん、かわいいです。ありがとうございます。あ、始まったからだ、うん、お、帰ってきてから怒らないで。帰ってきたら大丈夫。さやかちゃんのルームでパーカーのフードしか映ってないそうなの、ね、なんか難しいね。うん、なんかね、うん、タイザン北斗さん、タコありがとうございます。タコ、サヤカリン映ってて、サヤカリンじゃないサーヤン、サーヤン、サーヤンです。白眼鏡ね、難しい。難しいね。正面に置いたらね、でもちょっと映ん、そうなんだよね。こっち置く、こっち置いたらどう。こっち置く、うん、どうだろう。あ、でもなんか映りそう。あ、映りそう。あ、タコありがとうございます。奇跡の左足さん、サーヤン何歳ですか。だって21。サーヤンさん、ハートありがとう。メッシーさん、ドラム。ヒーくん、ヒーくんさん、こんばんは。なんかね、やっぱコンメイクして、メイクしてますよ今日。サーヤンとね、あやぱん推しな方多いよね。うん、なんかそういう方結構いる。嬉しい。だよね。嬉しい、嬉しい。そうだよね。あ、まいせんさん、やっほー。やっほー。ジョーカーさん、こんばんは、初見です。隣から来ました。おー、ジョーカーさん、ありがとう。年齢不詳か、すごいよね。やっぱの年齢不詳か。私年齢不詳、ありがとう。19です。お、ゆうたんまるさん、朝は低血圧です。19。サーヤの2個下です。ありがとうございます。え、どっちが年上に見えます、私とサーヤン。どっちが年上に見えますか。どっちどっち。トマトさん、誰もこれからも俺のサーヤンよろしくね。俺のサーヤン俺のサーヤン。あ、投票しよう、これ投票しよう。いいよ、投票しよう。いいよ、ちょっと投票してみる。え、こっちもする。え、どっちもする。どっちもしよう、どっちもしてみよう。トマトさん、ドラマン500個ありがとうございます。ねえ、3昆布でってどういうこと。3昆布って何。丸3昆布でって1、あ、じゃあ待って、昆布やだ。投票します。絶対昆布になりそう投票します。昆布だよ。小文字、どっちが年上に見えますか。1あやぱん、2サーヤン。やって、はい、いきます。待って、私もする。1あやぱん、2サーヤン、スタート。1あやぱん、2サーヤン。あ、3、あ、3、待って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 、どうしよう、3同じぐらいっていうのがあった。どうする、まあいいか、とりあえず2まで。中華丼のうずらの卵あげない。ゆせいさん、ありがとう。あ、ひでのひでさん、そうなの、始まっちゃった。可愛いけど休みはしないよ。サーヤン可愛いよな。お、エリスさん、ハート100個ありがとう。はい、5 4 3 2
3、2、1。あ、サーヤンだ。え、でもこっちめっちゃ僅差。わ、本当だ。1誰だっけ、サーヤン。1アヤパンにした。あ、アヤパン。どっちもどっち。あれ、私の方が多い。うん、1の方が多いね。多いよ。あれ、どういうこと。でもこっちは1、こっちは圧倒2が多い、1が多い。そうなんだ。一緒じゃない。ね、サーヤンルームは僅差だった。そう。例えばな。マイセンさん、タコ、ハチマキタワー、ありがとう。ハチマキタワーってなんだ。ミツさん、ハードボヤされる。サーヤンもでも結構幼いですよね。うん。あ、パンさんにコメント読まれないから飲んできました。え、何？え、何ですか？パンさんにコメント読まれないから持ってきたんだ。トタミチさん、ごめん、トタミチさん、ごめんね。カワマイさん初見じゃないですよ、初見じゃないよね。そう、サーヤンね、若く見えるよね。サーヤンはね、サーヤンはね、本当にね、なんだろう、ちっちゃいんですよ、すごい本当に。ちっちゃい。そう、もう本当にちっちゃいんですよ。ちっちゃい。だから。うん、なんだろう、うん、いや本当にびっくりしたんですよ私。あの、私はね、うん、ヤッピーを最終審査の時に初めて見たんですよ、うん、そう、はい、最終審査の時に、うん、そう、初めて見た時に本当にびっくりしたんですよ。あの、あまりにも小さくて。あまりなんか全体的にすごい小さくて、そう、手に乗るぐらい小さいんです。いや、私ね、小さくないです。あの、身長結構意外とあるので、うん、そう、だからね、もう本当にびっくりした。もう本当にね、そう、小動物なんですよ本当に。ヤッピーは小動物。そう、だからね、本当にびっくりしたの覚えてます。あのね、最終審査の時に、うん、なんか同じ、私たち同じあれだったんだよね、机が、うん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 、なんか候補生のみんな同じ部屋でなんか机があって、うん、で、なんかその机が一緒だったんです。あの、何、あの、うん、あれ、あのエントリーナンバーが近かったから、うん、机、なんか半じゃないけど、なんか机が一緒、近くだったんで、隣の隣で一緒の机だったんですよ、うん、で、なんかそう、それで、あの、最初、そのサーヤンが全然、うん、その来なかったんですよね、うん、あの、時間っていうか、みんな結構もう、あの、集合時間、違う違う、迷ってたんだよ。迷ってたの、うん、誰もいなくて、うん、そう、遅刻じゃない、遅刻っていうか、遅刻じゃないよ。遅刻ではなくて、なんか誰もいなかったの。そう、え、誰もいなかったの。そう、なんか誰もいなかったよ。どういうこと？周りに誰もいなかった。どこ行ってたの？なんかわかんない、なんかいろんなところ行って、なんとなく声がする方に近づいていったらみんないた。で、そう、それで全然、あの、全然来なかったんですよ、うん、なんか、あの、そのね、この場所になんか T シャツが、あの、オーディション T シャツが置いてあって、自分の名前、そこに自分の名前のオーディション T シャツが置いてあって、そこに座る感じだったんですけど、そうで、サーヤンの T シャツが私の隣の隣にあって、あっ、うん、高尾さやかちゃん来るんだと思って、あっ、ここ高尾さやかちゃんなんだと思って、でも全然来なくて、うん、で、え、なんで来ないんだろうみたいな感じで思ってたら、なんか結構もう最後らへんになって、あの、来て、さやかちゃん来たみたいな感じだったんですよ、うん、そう、その時に、え、めっちゃちっちゃいってなって、もうね、めっちゃびっくりしたんですよ本当に。そうなの？うん、そうなのね。そう、本当にね、びっくりした。なんかね、本当に小動物が、小動物感がすごかった。小動物、うん、
机の下にはいなかった、机に机の下にいたわけじゃなくてね、普通に入り口から来てましたよ。マーチンさん、バラありがとうございます。白ネギのトミーさん、タコありがとう。そう、ゼキチさん、ハートタコありがとう。懐かしい。そう、それでずっとお話ししてみたかったんですよね、そのサーヤンと、うん、そう、あのオーディションの時で机近かったけど、なんかね話せなかったよね、なんかあんまり話せなくて、うん、そうだけど私サーヤンとなんか話してみたかったから、なんか、うん、そう、私が話しかけました。ダンス練習、一緒に練習しようみたいな感じで、そうありがとうね。そう、めっちゃね緊張したんだけど。え、本当に？うん、めっちゃ緊張した。え、嬉しかった、めっちゃ。私もあやぱんとさ、うん、話したかったんだよ、本当に。本当に、うん、そうだからね、そう。一緒に、そう、一緒にね。せいちゃん、ね、はい、あとさやかりんと、リコちゃん、リコちゃん、ニッシーさん、バラありがとう。うん、トマトさん、そう、タコありがとう。遅刻じゃないわね、お散歩じゃないわ、メールに入ってない、うん、遅刻じゃないよ。あ、タコサイカちゃん来たみたいな感じでした。誰もいないの、オーディションの時ホウさん、バラありがとうございます。メロンパンさんもバラありがとう。石平さん、誰も、やこれ裏方の親父さんも花束ありがとうございます。ケーキの左足さん、そうなんだよね、懐かしいね。うん、オーディションめっちゃ緊張したよね。え、めっちゃ緊張した。え、めっちゃ緊張した、本当に。いや、石平さん、誰もやこれ、ありがとうございます。本当に緊張したな。うん、ネッシーさん、かわいい、みんな合格してよかったね。ね、本当に奇跡ですよね、本当に。いや、なんかサーヤンとはなんか偶然のようなこと、なんて言うんですか、偶然みたいな感じのことが多いんですよね、本当に。そうなんだよ。そう、え、でもこれさ、言っていいのかな。え、なんだろう、ダメ、あんまり言わん方がいいかもね。うん、なんかね、偶然なんか、うん、そう、今日もね、めっちゃそれで、うん、そうめっちゃびっくり したんですよ、うん、そう、本当になんか世界は狭いな、世界狭いなって思いました、うん、本当に今日また新たな、うん、ね、うん、ちょっとつながりがあって、うん、ねえ、そう、めっちゃびっくりしたよね。うん、めっちゃびっくりした。うん、めっちゃびっくりした。普通じゃないようなことがある。そう。みたいな。本当にびっくり。もうめっちゃ、ってめっちゃ言ったもんね。うん。そう。裏方の愛さん、花束ありがとう。ネッシーさん、ドラマ役ありがとう。せいちゃん、好きです。お、ありがとうございます。せいちゃんさん、実は姉妹だと。姉妹ではないですよ。ファンさんもドラゴンボール好きなの。え、好きなの、ドラゴンボール。私好きなの。あ、そうなんだ、うん、私はあ、詳しくはないですね。うん、トニーさん、こたつみかん役ありがとうございます。そう、本当に。直地さん、ハート100個ありがとう。そう、私身長がね、うん、低いんだよ、実はっていうか、さや、低いんですよ。さやかさん、ルームから逃げてきました。どういうことですか。逃げてきた。逃げてきました。逃げ、なんで逃げたの。なんで逃げたの。
きさん、かわいい、ありがとう。みつさん、やっぱもかわいい、ありがとうございます。フォローありがとうございます。お、鈴木一郎さん同じ名前だ。50カウント終わった、ありがとうございます。かわいいね、ありがとう。かいさんもこんばんは。だるま、あ、ありがとう。ユスタンさんこんばんは。そうなんだよ、サイヤンドラゴンボール好きです。ひでのりさんこんばんは。コメントなしタコありがとうございます。オラティユスタコ悟空やん。松前くんバラありがとう。パピヨンさんはじめまして。はじめまして。せいやさんタコありがとう。ミホリーのショールーム、でも可愛いよ。あ、始まった始まった始まったか。つやぽんさんこんばんは、ありがとうございます。あ、鈴木千代さん来たよ。こっちも50カウント終わった、ありがとうございます。こんばんは。クールさんフォローしてありがとうございます。時差ありますか、やっているんだ。風呂敷、風呂敷ありがとうございます。時差ある？ないよ。ない？うん。ドラゴンボール好きなの開口すぎて感動。本当にねえ、投票、なんか投票しようよ。フォローしましたので以後よろしくお願いします。ありがとう。白メガネのトミーさん、ありがとうございます。知り合い、雰囲気似てる。本当ですか？そう、私はね、なんだろう、まあ最初さ、うん、あの何、あのそこの部屋、あのオリジナル時のさ、うん、私が迷ってさ、うん、入った時に一回、うん、なんか奥の、うん、なんかみんなが座ってて誰もいない自分に座ろうとしたら、うん、みんなが着てる T シャツがなくて、うん、あそうで一回戻って、あのスタッフの方に、うん、私の T シャツありませんみたいなないと思ったんだよ私、うんうん、あの T シャツまだもらってないですみたいな言ったら、うん、あの自分の席にありますよみたいなあーすいませんみたいなあったけどね、普通に。そう、普通にあったら、うん、そう、あやパンが隣の隣にいたんだよね。そう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 、そう、めっちゃ恥ずかしかったよ。本当に自分の名前の T シャツないと思ったの。しょっぱら、あー懐かしい懐かしい。で、なんかその6人組だったんだけど、うん、もうその5人でもう仲良くなってて、一番最後に来たからさ、もう入れなくて会話に。そう、なんかね、そうそう、ずっとね、なんかね下向いてた。もう無理と思って、もうオーディションも緊張するし、もう何もかもが無理と思って、もうずっとそう、ずっとね、ずっと、そう、なんか話したかったんだ、話したかったんだけど、うん、なんかね話せなかった、ちょっと下向いてたから、うん、そうなんだよ。だからね、後からその、うん、話しかけに行きましたよ。そう、だからなんか何、みんなも私に話しかけにくくなったのかな、ね、なんかさやかちゃんだよねみたいな、うんみたいな。めっちゃ年下の子だったんだけど、うーん、めっちゃ気を使わせてしまったっていう。そうなんですよ。でもあやパンがね話しかけてくれて、私がそうそうなんか、そう、一人でダンスの練習してたんだよね。そうそうなんだよね、一人でしてて。そう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 、なんかイヤホンでね。そうそう。そう、そしたらね、あやぱんが来てくれて、一緒にしようって言ってくれた。STU に入れてよかったねってね、本当によかったです。うん、2月2人とも握手行くだって。ゆうきさんありがとう。ゆうきさんありがとうございます。タミホメさんタコありがとう。サイアンと2人推しになってもいいかな。裏方の、お、裏方のおやさん、でもいいよ、本当に本当に本当に2人押してくれるの。いいよ。こんばんは、ともちんさんこんばんは。ブラックリストじゃないわ、やっぱりダンスね得意じゃないんだよ。
シューさん来たやん。ハムケチ依存症じゃなかったの、今日も知り合いが4月の握手申し込みました。おクレセージンさんってたくさん知り合いの方にもしかして言ってくれてるのかな。ありがとうございます。そうそう優しいんですよ、パンちゃん。そうだよ、サイアンこっち向いてくれ、だってさん、こんばんは。イエーイサイアンです。いい話よ、トマトさん。タコ、ありがとう。可愛い、ありがとうございます。ハート、ありがとう。お、いつきさん、2月あやぱんも撮ってよ、ありがとうございます。なんて呼ばれてますか。あやぱんって呼んでください。ロカタの石さん、タコありがとうございます。50カウント完了。ゼロのヒロッティさん、ありがとう。大阪だけど行くよ、ありがとう。こんばんは。白目でのためにさん、タコ送ったよ、ありがとうございます。なんか投票、投票、うん、投票したい、投票したい。ふっかんさん、タコ10個ありがとう。投票しよう、こんばんは。投票しようか。昆布じゃないよ。ゆっくりマークさん、花束ありがとうございます。さちよさん、ハート100個ありがとう。ごめんなさい、ロボ、ロボした。ロボ、なんか寒い。大丈夫、うん、これいる、うん、大丈夫。わお、あやぱんさん初見です、こんばんは。こんばんは、タコありがとう。そうだよ、ひまわり2人で、あーやりたい、やりたい、ひまわりしたいね、やりたい、一緒にできた。でもどうなるかわからないですよ、ユニットはまだ決まってないから。また正座してたよ、私。正座、痛い、痛い、痛い、痛そう、痛いんだよ。あ、ロボーか、ごめんね、大阪だけ行くで。吉田さん、ありがとう。大阪双子校でしてみたい。あやぱんと握手会で、え、何、何する、え、なんだろう、なんだっけ、どうしよう。あと何か話してないことある、いっぱいあるけどさ、うん、いっぱいあるけども、こんばんは。みかん丸ごと食べないよ。隣から来ました、すぐ戻ります。お、トニーさん、ありがとう。昆布じゃない、見て、リボンだよ。投票、断層、断層はどちらが似合う、断層、断層、え、断層どちらが似合うか、え、やってみる、断層どっちが似合うと思う。え、断層やってみる、うん、どっちがイケメンかってこと。イケメン、奇跡のイケメンさん、クマありがとうございます。やってみる、うん、ね、これって一緒にやった方がいいのかな。あ、どうする、一緒にした方がいいかな。とりあえずやってみよう、うん、私とりあえず多いな、とりあえず多いんですよ私。ユッキーさん、ここ、じゃあダンス、あ、待て待て待て、うん、ダンスをどっちが似合いそうか、はい、じゃあ1がアヤパン、うん、2がサーヤン、1がアヤパンで2がサーヤン、投票スタート。どっちでしょう。あら、10本ありがとうございます。そう、雰囲気似てるでしょ。とりあえずって言っちゃうからな、私結構。ミケブーチさん、ハート100個ありがとうございます。タコさん、昆布じゃない、確かに身長ある方が有利なんかな。あ、50完了、アンサーさん、ありがとうございます。ツッコミありがとう。せいちゃん、ファンになってください。5、みかんを皮むして食べ、3、皮むして食べとるわ。2、1、0。お、なんだ、あ、私だ、あれ、なんか変わるよね。
ね、やっぱり。なんで？なんでなんで？やっぱりあれなのかな。自分の自分の推しにあれするのかな、うん、もしかしたら。そうなの？どうな？どうなんですか？イケメンボイス、これからよろしくな。ルーム次第、ルーム次第らしい。そうなんだやっぱり。うん。どっちも登場した。こんばんは、キヨ兄さん、こんばんは。さっきからね。2つのルーム違うね、どっちも。お疲れ様です。今来たら星が投げれない。嘘、男でもサーヤン押すの。そうだ、私身長があれだからね。タメホメさん、こんばんは。そうかも、こんばんは。アヤパンのが似合うかもしれん。あ、そうだね、身長高いからね、うん。アンサーさん、50回目ありがとうございます。逆になる説だ。俺の推しが一番何々だよだな。うん、やっぱりそうなんだ。これなんだろう、なんて書いてある。んどれ、馬馬馬馬馬馬じゃない。土屋さん、馬ありがとうございます。馬馬馬。コンさん、ハートありがとうございます。初見です。身長何センチですか。身長162センチです。そうだ、厚度書けばいい、うん、なんかね、あ、まあいいや、これは言わんどこ。あれする、あれっていうか何、投票あ、投票、うん、投票しよう。ピーヨーさん、ハートありがとう。ツネータさん、アイスありがとうございます。じゃあね、ゆうじさん、かわいい、ありがとう。投票したいと思います。笑顔かわいい。え、じゃあちょっとあれしよっか、うん、なんか投票募集しよう、うん、あ、そういうこと。馬初でした。なんか一緒にしてるから、うん、なんかあります。なんか一緒にしてるから、それで なんて言うんだろう、うん、一緒にしてるからこそする投票みたいな、うん、あります。皆さん、なんかパピオンさん、バラありがとう。タン派かカレー派か。二人推しかタン推しか。おー、あー、知りたい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 。二人推しかタン推しか。うん、知りたいね。え、どうする、どうする。じゃあ何、一番が、うん、こっちのルーム推し、うん、する。で、2番が2人推し。あ、1番が自分推しか、2番が2人推し。へえ、みんな思ってきた。私推しの、サイヤン推しの人戻ってきましたか。じゃあそうしよ、そうする。 3DD 入れる、 DD 入れる。やって DD、 あ、 DD 入れてみよっか。じゃあ3番 DD、 3番 DD、 タムキチじゃないわ。じゃあちょっと書こう、投票。あ、そうだね、うん、私のファンの人さ、 DD 多そう。うーん、じゃあね、そうだ、 DD でみんなそこになっちゃうかな。 DD が逃げ場、怖いね、 DD が逃げ場。でもさ、誰が1にしたか誰が2にしたかも分かんないからね。え、どうする、どうする。じゃあ、うん、え、どうしよっか。じゃあ4、その他。その他ってどういうこと。うーん、登場名前出ないよ、分かんないんだよ。じゃあ1番が、分かんないし。1番がどうする。1番、1番が単押しみたいな。1番が、うん、単押し。あ、え、うん、1番が、じゃあ1番が私推しで、うん、2番がサーヤン推しで、うん、え、それ入れる、それ入れる、え、入れる、入れない、入れない、入れない、それ楽しい、うん、楽しいにしよう。オッケー、楽しいは幻想だよ。
でも誰もわかんないからね。多分私の予想ではね、2番が DD が一番多いと思うんだけど、2番が2番が2人推し。2人推し、うん。でも誰がしたかわかんないんだから。3番は3番がなんだっけ、 DD DD、うん、その他4番がその他4番その他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 いらないね。その他いらない、うん、あ、4番通りすがり。あ、通りすがりにする。4番通りすがりの方、通りすがりめっちゃ多そう通りすがり、皆さん正直に投票してくださいね。分かんないから正直、正直投票、本当に分かんないから誰がしたのか。あ、正直投票、うん、正直投票って書こう。あれしょ、嘘はついちゃダメだよ。嘘はダメ、ダメだよ。正直投票、通りすがりです、通りすがりふっかんさん、ハートジャックありがとう。本当に分かんない、正直投票なになに、どうする。じゃあこんな感じです、正直投票。1番単押し、2番2人押し、3番 DD、 4番通りすがり。投票開催中、こんな感じです。1番が単押し、2番が2人押し、3番が DD、 4番が通りすがり。通行人 A。 あれ、みんな見ないから大丈夫、みんな見ないからそれでは投票、見ないから大丈夫だよ、投票正直にね、スタート。4、あ、待って、投票読むか、うん、よし、みんな分かんないから、あ、本当に分かんないよこれ。字が読みやすいから1ってどういうこと。正直に投票してください、皆さん。正直にしてますか、みんな。お？5、4、3、2、1、終了。3番、うわ、 DD が多い、やっぱり。あ、同じは、同じ結果ですね。え、でもね、1番も多いよ。あれ、あ、1番も多い、一緒じゃん、一緒じゃん一緒だ、一緒、あ、ほぼ一緒。すごいすごいすごい。え、2人押し全然いないじゃん。本当だ。あら、2人押しあんまりいない。通りすがり20番もいるの通りすがり多いんだけど。そうなんだ。なんか通りすがりが多いんだけど。DD 強し。2少ないですね、意外と。そうなんだ。え、D、D、皆さん正直者、2番2人かと思ってたよ。正直者、でもね、投げてるの、みんな正直で偉い。見えなかった、見えなかった、見ようと思ったんだけど見えなかった、うん、そうなんだ。ちょっと見たかったな、ちょっと見たかったな。おお。まあ、握手会で教えてください。単でも握手会で教えてください。お、俺はアヤパン欲しい、嬉しい。奇跡の人さん、嬉しいな。奇跡では単欲しい、私、私ですか次は、次は、次どうします、次どうしよう。うん、赤ちゃんの時言って、みんな次どうする。次はね、なんだっけ、うん、次
どうしようかな。リッキーはどうしてレイカちゃん推しになったの？単推しだったのにな。2期生でアイパンしか勝たない。やったー、ひろてさんありがとう。あれなんだっけ、あれあれなんだっけ、あれあれよ、なんだっけ、なんだっけ、なんかあれ、親目線か、あー、じゃあ耳が出てるので楽しいですって、どういうことですか？どういうこと？アッスーさんありがとう。渡辺浩太さんまたね。じゃあ、うん、せいちゃんハート100個ありがとう。タムケチ推し多いな。あ、そうなんだ、ありがとう。そう多いんだよ、へえ。タムケチ推し千葉のミキさん、アイパンしか見えない、やった。千葉のミッキーさんありがとう。さやかさん冷たいじゃないから。お隣から来ました、髪長くて綺麗だねって、ありがとう。じゃあゆうじさんしますか。うん、もう一度、もう一度というか、じゃあ皆さん、うん、じゃあ、うん、サーヤンの、じゃあサーヤン、うん、じゃあ私はサーヤンの、うん、あのファンの皆さんにじゃあ、うん、聞くんですけど、うんうん、サーヤンの、うん、サーヤン推しのサーヤンは、うん、え、なんて言ったらいいんだろう。推しのサーヤンはじゃあどういう感じですか？うん、めっちゃ推しのサーヤンは自分にとってどういう存在ですかっていう投票にしよう、うんうん、じゃあ推しのサーヤンは1、うん、うーん、1番サーヤンは可愛い、尊い。推しのサーヤンは女神、神、子供。長長さんありがとう。推しのサーヤンは、あ、待って間違えた、うん、親のサーヤンは、うん、じゃあ1、娘のように、うん、娘のように可愛い、うん、おお、うん、娘のように可愛い、うん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 、あ、そう、まあね、サーヤン娘のようにね、うん、サーヤン、うんうんうん、サイ、あ、じゃあサーヤンの、うん、どうしようか、うん、娘のように可愛い、孫、孫も、孫、娘または孫のようにする、娘または孫のように可愛いみたいな、うん、娘娘孫のように可愛い、うん、うんうん、か、孫、お、ヒロさん、そうなの、全然違いなの、ちょっと字が変になっちゃった、うん、娘、孫のように、うん、お母さんって何で、うんうん、2番が、うん、うん、お母さんお母さんお母さ ん, 母さ ん, 母さん、うん、うん、で、2番が、うんうん、ふっかんさん、ドラマ100個言うと、彼女のような存在、おお、彼女のような存在、うん、3番が、うん、3番どうしようかな、うん、サーヤン推しではないないので投票できます。あ、そっか、お互いにする、お互い、お互い、じゃあお互いしよう、うん、お互い、じゃあお互いしよう。3番お姉ちゃん、3番は、どうしようかな、うん、娘のように可愛い、彼女のような存在、うん、
3番何がいいと思います？愛人？愛人？愛人って何？愛人のような存在？お姉ちゃんって書いてる。お姉ちゃん？お姉ちゃんとかあるの？お姉ちゃんにしたいみたいな。姉妹にしたい。姉妹にしたい。姉妹にしたい。4番結婚したい。姉妹ってこうだっけ？うん。違う。姉妹に。姉妹。うん。姉妹のような。うん。姉妹のような。姉妹。姉妹のような安心感。4番ペット。4番ペット。姉妹のような安心感。4番はペット。ペットのような存在。ペットのようにそばに置きたい。じゃあ、うんうん、みんな推しメンとこに戻ってきたの？こんな感じ。なんかじゃあ私サーヤンの方で、うん、投票しよう。そうなの？サーヤンの方で投票します、うん、そうなの？うん、なんかさ自分でさ、うん、なんか投票するの恥ずかしくない？どういうこと？こんな感じです。1彼女、あ彼女じゃない、1娘、サーヤンは娘孫のように可愛い、2彼女のような存在、3姉妹のような安心感がある存在、4番ペットのような存在。サーヤン、サーヤンはどうでしょうか？投票。え、私見ない方がいいの？あ、見ない方がいい。私見ない方がいいの？見た方がいい。見たい？見たいよね。結果は見たいよ。こんな感じ。よし、じゃあ行く？はい、じゃあ投票スタート、うん、え、なんか怖いんだけど、見ない方がいいかな？どうなる？どうなるかな？でもサイアンペットっぽくない？ペットっぽいような存在、うんうん、見てない。全然わかんない、誰が何したのか。お姉ちゃん感？ほっとけない存在？がっつり見てるじゃん。え、何が多いんだろう。みんながどう思ってるか分かりません、はい、どう思ってるんだろう。5、うん、4、3、2、1、はい、2番。え、彼女のような存在だ。彼女のような存在だ。そうなんだ。そうなの？みんなペットのような存在。みんなそうなの？そうなんだ。みんなそうなのかい？そうなそうなんだね。彼女のような存在なんだ。サーヤン、サーヤンのファンの皆さんはサイヤのことを彼女のような存在だと思ってるらしいです。そうなのかい？いやー、かわいいもんだって。サイヤン、サイヤン彼女だったらいいよね。サイヤンが彼女だったらいい。ガチ恋多いの？サイヤンみたいな彼女毎日幸せだよ。そうなのかい？そうなのかい？みんな、あれはあやパン。私もじゃあやってみたい。これやろう。皆さんどういう存在ですか？私はトールさん、ハッピーありがとう。サイヤ嬉しそう。なになに？
さやかのに、さやかのにやけ顔が怖いだって。なんで怖くないから。怖くない。じゃあ投票、投票してみよう。投票スタート。あやぱんはどっちなんだろう。ふっかんさん、どういう感じなんだろう。今日は目が本気ってなんだよ。5万円手のさ、嬉しいね、嬉しい。かわいい。ガチャ恋、ガチャ恋って何。ガチャ恋、わかんない。何ガチャ恋って。わかんない。ガチャガチャの声じゃない。そういうこと。タカオティア。タカオティア。5 4 3 2 1。あ、2番だ。おお、2番。あ、私1番、2番目が1番だ。1番なんだっけ。娘のように娘。娘、ミクさん800個。4番ペット。そうなんだ。嬉しい嬉しい嬉しいです。やっぱみんなあれだね、やっぱり彼女のように思ってるんだね。ガチ恋マン。嬉しいです嬉しい嬉しい。うんね、彼女っぽいこと言ってって。彼女っぽいこと言って、うん、彼女っぽいこと対決みたいな。彼女、彼女っぽいこと対決。恥ずかしい。彼女っぽいこと対決って何。どっちが彼女っぽいか。恥ずかしくない。結果されました。なんかないかな他に。実は握手会で言いますよみんな。実は、うん、実は最後のガチ恋です。あやぱん推しではない。あ、これこれ悲しい、これは悲しい。これは悲しいからやめよう。ジョーカーさん、ハード100個ありがとう。これは結果を知ったら悲しいからやめよう。うん、高尾さん、こんにちは。それやめよう。攻めすぎた、攻めすぎちゃった。それやめてた方が、それが多かったらちょっと悲しすぎる。うん、うん、悲しい。なんだっけ、何があるだろう。なんだなんだ。何があるかな。今藤さん、ハート100個ありがとうございます。やめて、最後星ではない。やめて、やめといて。なんだろう。それか、うん、あーでもダメだダメだダメだ。いや、それをね、うん、その、うん、あの実はあやぱん推しじゃないとかそういうのを、うん、それをあのだからサーヤンは私の携帯で投票して、うん、私がサーヤンの、うん、携帯で、うん、あの実はサーヤン推しではないっていうのを、うん、あのサーヤンの私がサーヤンの携帯で投票して、うん、あのお互いしかわからないみたいな。あのだから私はそのサーヤン推しではないっていうのが、なんて言ってるかわかんないね。うん、私が、うん、あのサーヤン推しではないっていう、その投票を、うん、私しか見ないっていう。サーヤン推しじゃないのみんな。私しか見ない。でサーヤンは私がだよ、あのあでもダメ、やめとこやめとこやめとこ。
悲しくなるやつ。なし悲しくなるやつ、うん、悲しくなるやつやめとこやめよう、やめよう、実は違うの実は違う、やっぱりやめようとファンの年齢層、アイパンしたよね前ね、ファンの年齢層、うん、あれでも、うん、私もね、うん、ね、何歳の子が多いのか分かんないんだよね。そうだね、うん、年齢いく、でもね、なんかこの前年齢層握手会行けば分かるじゃんって、ね、うん、まあ、うん、確かにでもそうだね、うん、見ても楽しみなの。そう、握手会で分かるよね、うん、年齢やってみたい、やってみる、年齢どうする、何歳から何歳みたいな、男の子か女の子が多いか、うーん、それでも どうしようか、うん、無性別、うーん、昭和平成どっちが年上に見えるか投票してみたら、いやさっき投票しましたよ、それなんかねルームによって違ったんですよ、そしたらこっちは私が年上に、こっちは私が年上に見えたよね、だけど向こうはサイアンが年上に見えるって。ティガーさんこんばんは、こんばんは、女オタオタどっちが山っぽいか絶対私やん、ん、どっちが山っぽいか山、うん、何山って高尾山のことかなと思って、あーそういうこと、山っぽい、なんかあるかな、あ、タキルさんこんばんは、ね、女性の方ね、私何人いるんだろうな、あーでも、うーん、どれぐらい女性の方が見に今見てくれてるのかっていうのは気になる、一人か二人しかいない。ゆうたさん、こんばんは。え、どっちが足のサイズが大きい、大きいか。え、どういうこと？あ、言わずに投票するってこと、どっちが大きそうかってことですか？ゴンさん、こんばんは。なおちさん、女の子ですか？うん、2人のファンは男女比が違いそうだ、うん、どうなんだろう、違うかなやっぱり、うん、男女比率、まいせんさん違うでしょ女の子じゃないとか、女の子って言ってるよ、うん、え、やってみる、あれ男女比率やってみる、うん、え、いない、女の子ね、本当に大丈夫か、うん、え、やってみたい、うん、じゃあ、うんうん、女性と男性、1番がじゃあ男性で、1が男、うん、1が男で、ゆきじさん誰も100個、2が女にしよう、じゃあ、うん、今この配信を見てくださってる方、うん、スタート、一度に言うね、うん、たけるんさんアイスありがとうございます、一が男性、うん、一が男性、二が女性、あ、女性、一が男性、3陽性、ん、3番
ん妖精妖精じゃあ54321終了。おーおーすごいすごい、なんだろうなんだろう、なんか圧倒的に男性が多い、わかんないけど、でも何人かいらっしゃいます。でも女性も見てくれてありがとう、嬉しいよ。そうゼロではない、いや女の子とかが握手会に来てくれたらめっちゃ嬉しいな。え、2投げてしまったの。男性も嬉しいですけどせいやんさん、だけど女の子も来てくれたらめちゃめちゃ嬉しい。平山さんハートありがとう。そう、私女の子のねファンの方いなかったんだよね、ずっとね、オーディションの時とか。投票って両方投げれるのよ。そうなの？投げれるらしい。そうなの？両方投げた方いるのかな、もしかしたらもしかしたらいるかも。サーヤン運転できますか？だって運転できない。できないって。できないの。女の子。コモチンさんハートありがとうございます。女の子人気ジアジア出てくるかな。ちーまいちゃん握手会行くよ、ありがとう。じゃあそうしてこい。女の子ありがとう嬉しい。そうだね、私も運転できません。渡辺浩太さんお帰り。みんな2位投げてしまったの。ちょっとしんなこさんかわいい子ありがとう。お、やっぴー大好きありがとう。結構女の子いるね。サイヤン運転したら危なそう。絶対ないよ。確かに危ない確かに危なそう。お、リコちゃん友達連れてくるの。大谷エミリー、あ、大谷エミリーさん、コージさん、かわいい。女性ファンだらけなんだって。ミリニャさん、あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。だってあれモデルさんとかしてるしね。うん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 、モデルさんとかしてるし、うんうんうん、でメイクとか。あ、モレカさんこんばんは。ね、そうなんだ、ね、やっぱり。カオスケ女の子来てほしいな、たくさん。むしろ女性 99% のレーンもある。誰が人気なん、女性に人気があるんだろう。謝りながら運転、マジ本当にそうだね。あ、あかりんさん、あかりんさんの連は女性が多いだって。リコラボとか女の子絶対多いな。絶対多いよね。あ、田中幸子さんも、うん、多そう。お、やっぴ会いたい、嬉しい嬉しい。やはり年齢層も身長、年齢層しますか。NMB は女性率高め。さやの声好き、ありがとうございます。野口よりちゃんも女の子。そうなんですね、多いね。私も野口よりさん大好き。そうだ、そうそう、村重杏奈さんも女の子いっぱいいますね。SKE の古畑奈緒さん、へえ、そうなんだ、可愛い子が多い。確かに早かったやん、両方なんだろう。僕の愛にブレーキをかけてください為文さん、タコありがとうそうだ、メイク配信して出てくるのか。そうそうだね、スティーブとコウコさんがすごい多そう。隣からめちゃめちゃ、そう、なんか大谷エミリーさんが握手会女性がすごい多いみたいですよ。宮沢彩さんは7割女性だった。そうなんだ。そうだね、私のファンの、ん、私の女の子のファンの方ね、ふわふわしてるイメージなんだよねそうなんだよとにかくやっぱ生で見たい。でぜひ、じゃあ握手会待ってますね。だって握手会も本当に緊張する。実際20分くらいコモチンさんハートありがとうございます。あなたがいなくて寂しい。男装すると
男装すると女性ファン増えで、男装か、え、男装握手、男装したらね女性のファンの方が増えるんだって。そうなの、うん、そうなんだ。いや、私多分でも男装に、ね、似合わない、似合わなそう。確かにね、男子だけどふわふわしてない、ね、年齢層してみる。あやぱんタクシーするときは何の話するのが一番いい、いいだろう。好きなポスコスプレのアンケート何でも嬉しいよ。うん、でも私アイドルの、アイドルの話がすごい好き、うん、アイドル大好きだから。あとパンも絶対話盛り上がると思いますよ。めちゃ追加しようかな。そうなの、1年ぶりの握手会も行こうかな。1年ぶり、来てくれるんですか。僕っ子、ありがとうございます。イケメン顔だから似合いそう。え、私イケメン顔かな。イケメン顔じゃないですよ全然。うん、何でも話しましょう。何でも。ゆったさん花束ありがとうございます。うん、何でもいいよ、何でもいいよ。4歳児も選択肢に言うの。こんばんは、こうさん、こんばんは。サメの話しようね、サメの話、サメの話いいよ。昭和平成令和にする。福岡に行くか、福岡に、昭和生まれか、うん、平成生まれか、うん、あ、いいよ。令和生まれか、令和生まれおらんやろ絶対めっちゃ笑ってるやん。確かに確かに。令和になるおらんよね、令和生まれ。明治いる、明治、明治、うん明治いなくない。明治の前にあれじゃない、大正じゃない昭和の前、大正、大正 ね、 だよね、大正いるかな大正ってどんぐらいだろう、何歳くらいだろう。明治でなぜか手裏起動したの明治はやばい大正ってな、今大正弥生100歳くらい、100歳くらいなのかじゃあ縄文、1、平成、大正もやばいかなじゃあな、うん、生まれ平成平成昭和、うん、大正大正、令和生まれ、嘘でしょでは、はい、うんうん、皆さんの、うん、生まれたね、時代、年代、時代、1、平成、2、昭和、3、大正大正やそれでは投票スタート。大正はでもさすがにいないかな、うん、3番までだよね、うん、うん、対象いらんって対象いらない、やっぱりどうする、やめる、あ、入れちゃった、でも入れちゃったね。3やめてよ、みんな3の人いる、3の人いる、3の人いるの、待ってあっ、ごめん何ごめん落ちた、はい、対象はいりません。5 43、2、1、待って対象の方は 8% いるんだけどあ、2が多いね、1もいる、 25% お、え、大
対象めっちゃ多いね。 16% じゃん。え、本当にみんな絶対、え、嘘、ネタ対象対象マジですか。対象のこと多いの。嘘でしょ。え、対象のこと多いの。ガチ本当に。嘘つき 8.7% かな。え、1が何だっけ。1が何。1はね、平成。2が昭和。じゃあサイヤーや高齢者多すぎ。ほんとやん。ほんとにみんな。うん、え、みんなほんとに対象の生まれの方いるのかな。ほんとに淡々たぬきさん94歳なん。ありがとうございます。本当なの。じゃあ対象の方多いんだね。もう一回正直にしようだって。もう一回、もう一回してみる。でも昭和の方が多いね。令和入れてみる。令和入れる。令和、なおちさん令和生まれでしたって。はじめまして。めちゃめちゃ香里さん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。嬉しいね。対象いるはずないよだって。令和すごいな。結構ね、平成前のこと多いのかなと思ったんだけどね。冬本先生15年でも94歳。そっか、嘘かな。嘘かな、嘘かな。あ、0歳か。そうだよ、直樹ちゃん令和だと0歳だ。零歳、一歳やんしとして一歳もなんです。キルさん花束ありがとうございます。そうする、2000年代生まれ、1990年、1980年、いっぱいありそう。1950、2000、10代、20代。ゴロさんタコありがとうございます。うん、みんな年齢さばやんね。そうするね。七千しずさん、クマありがとうございます。70年代、90年代、ありがとうございます。まいせんさん、かわいい、ありがとう。でも本当に何歳でも見てくれてありがとうございます。そうだね、年齢は触らない方向で。本当に納得。非公開の方多いね。握手会じゃ教えてください。よいしょ。そう、本当にありがとうございます皆さん。年齢って何。さや家族、家族、家族だよ。家族の家で住んでるところする。住んでるところ多分ね、うん、私関東が多分多いです。あ、そうなんだ。うん、私前に投票した時に関東の方が多かった、うん、めっちゃ。そうなんだ。うん、住んでるところ、福岡、親父5月で関、あ、そう、裏方の親父さん5月で関、そうなんだ。だから裏方の親父さんっていうんだね。関東か東北。うん、そう、関東の方多いのかな。うん、海外もいる。大山北斗さん、タコありがとうございます。九州。ごめん、九州、
ゆりかちゃん始まったので失礼します。二つ未完でまた来てね。奇跡の左足さん、そうするか。うん、あ、心の中、宇宙、宇宙。48グループファン歴48グループファン歴、ファン歴も気になるね。気になるね。うん、あ、うんうん、じゃあ STU、うん、ファン歴は STU ファン歴。おー、それも知りたい。 STU ファン歴したい、うんうん、知りたい。 STU ファン歴、ひろとさんありがとうございます。びっくりしたの。じゃあ、うんうん、一番がナメクセギク。一番どうする、どうしよう。一番がデビュー当時からみたいな。デビュー当時、うん、あ、結成当時、結成当時、うんうん、結成当時から。ファン歴最後に少ないかも。私はオーディションの時からの結成当時。あ、なおちゃむちゃん、そうなんだ。2期生のオーディションからだって。いや、そうなんだ、ありがとう。アナパンが最初なんだ。ありがとう、なおちゃむちゃん。そうなんだ。で、ファンの歴史、歴史、歴史、結成当時から。2番がね、最大って2番が、トネホネさん、どうしようかな。あ、結成当時から。お、最近の方もいらっしゃるのね。で、あ、ドラフト3期生さんから。で、2が2期生から。なんかそういうの気になるな。結成当時、ドラさんさんから、ドラさんさん、ドラさんさんから2期生、STU48、うん、STU48 ファン歴1、結成当時から。2、ドラフト3期生さんの頃から。3が2期生から。こんな感じです。1が結成当時から、2番がドラフト3期生さんの頃から、3番が、2期生から。STU の STU48 としての反歴ね。こんな感じです、うん、では投票スタート。うい、まあ大体大体この辺、うん、どの辺くらいからっていう、うんうんうん、おお、1多いな。わお、おお、すごい。1.5 か。ごめん、全部投票した人もいいの。では5、1個だけに、4、3、2、1。すごい、1が多い。やっぱりすごい、同じやね。でも2期生からの子も、だ、いるんだな。いるんですね。すごい。なんか個人的に知りたいかも。何が何が？なんかみんなの、うん、みんなが、うん、どの時ぐらいからファンなのかっていうか。あ、そうやね。皆さんどれぐらいから、どれぐらいからファンでした？それ2期生からの人方いるの？ね、いるのね。握手会で話す。あ、ぜひぜひ。すごいな。最初からの方多いよね。STU から。おお。みえびさん9日くらいだな。沖優香さんから。2期生新規。沖優香さん推しなんですね。リュウジさんも。沖さんすごい可愛い。なんかもう顔がめちゃめちゃちっちゃい、本当に。スタイルもいいし、もう可愛い。3年前だ、9月。一人遠いからじゃない。去年の夏から。カヤバレさん嘘やん。AKB 2008年くらいから。STU。
二期生と親父は二期生が初めて。おお、そうなんですね。いるのね。あ、森川さんがステージ二期生のオーディションの時から。でも私も一期生、一期生募集のなんかあれ出たじゃん、あの一期生オーディ見てた。私もあの一期生さんの時のショールーム見てた、オーディションショールーム。私も見てた。うん、見てた私も。あの石田千代さんと岩田ひなさんの見て、私も岩田ひなさんの見てた。あと森かほさんのでコメントしてた、うん、かわいいですって言ったら、さやかちゃんありがとうって。おお、7年前 AKB から。へえ、仲良し行こうと思ったらにきちゃんきっかけ。おお、すごい。どうぞ。指原さんのブログ新規だから。にきなら高尾さんの方だから。おお、2009年くらいか。そうなんですね。フラワーフェスティバルであった時に。おお、すごい、すごいね。コモロックさん、こんばんは。さえ、なんか見てました。おお、嬉しい。もうオーディションがあのあれされたじゃないですか。オーディション募集みたいな、 STU48 1期生の西野会長いたの。名持さん、あの あれからもう見てたというか、さよよさん、タコ、そのありがとう、なんて言うんだろう、お知らせみたいなやつもう見てた。うーん、1期生は受けてない、受けてないです。そう、そうそう、コメントしました。マーチンさん、バラありがとうございます。皆さんのお仲間、お仲間でした。うちから総選挙1位を出そう。寿司なそう、いいな。でもさ、2期生もなんかあったよね。2期生もなんか、うん、瀬戸内で生きるっていうさ、なんかポスターみたいなあったよね。 STU 候補生がショールーム配信してた頃から見てたよ。嬉しい。チャンさん、ありがとうございます。ね、高尾、裏方の親父さん、バラありがとうございます。うん、こもちんさんもハートありがとう。あ、保護者ですが。さらにはタコじゃありません。一応かゆみさん好きでした。目がお姫様みたい。そう、なんかね、変だから、本当に変な感じですよ今となってはね、こうして活動してるのが、うん、っていう話をよくします。サーヤンとね、うん、なんかずっとね、うん、ずっとなんか実感ないねって言ってました。そう、レッスンしてる時も、そうレッスンしてる時もさ、ずっと今メンバーなんだねみたいな。そう見てたね。うん、ダークフォースの高尾さんにやられた。ダークフォース、ヘパーの配信初日から見てます。あれ、オッキーさんありがとう。オッキーさんね、覚えてます、もちろん。明日から仕事始め。サヤが生まれる半年前から押してます。どういうことそれ。私が生まれる半年前。奇跡、奇跡。ちゃんとアイドル感あるで。本当？本当ですか？タコありがとう。嬉しい。コロさん、タコありがとうございます。握手会とかね、行ったことあるとね、ねえねえ、実感がね。お、せいやさんありがとうございます。あえてこっちでコメントしよう。コメントして、たくさん。あやぱんは鈴木あやぱさんだよ。瀬戸内に来てくれてありがとうって。ありがとう。イブの日くらいからそんなこと言ってくれるんだ。嬉しい嬉しい嬉しい。ショールームなかったらオーティドグループは全部応援する。あー、ショールームってさ、ね、最初あれだったよね、期間限定みたいな感じなかったでしたっけ、ショールーム配信。あ、そうだ、なんか総選挙のやつでしたっけ、最初ってさ、ショールームって
総選挙のなんかアピールのあれで最初あって、なんか期間限定でしたよねショールームって。だけど今なんかずっとやってきてますよね。自信じゃないわ。うん、ショールーム見てたもん。見てた。おしいに考えてた。寂しくなってきた。考えないでおこう。え、そうですよね。総選挙、そう。途中からですよね。確か、あの、ずっと毎日できるようになったの。サイン入れてる。かわいい。スマイルマークに似てるかも。いろいろさあやん。リカードさん。さやの着ている出向衣装がね。ショールームがなきゃパンさんはいなかったね。さん。うん。いつからアイドル好きなの？いつから？私はね、ショー。初めてというか、私ショー、あのめっちゃ好きになったのは中学生からなんですよ。だけど、あの好きになり始めたのは小6の頃ですね。私妹の影響で好きになったんですよ、48グループを。そう、あやぱんちゃんね、可愛いでしょ。妹が声、え声可愛いでしょ。声と喋り方可愛いでしょ。本当びっくりするよね。私もびっくりした最初。嘘、そんなに？うん、びっくりした。そう、そう、妹の影響で私は好きになったんです。やっぴやっぴやっぴ。そんな言い方してないみたいな。そんな言い方してないよ。ね、やっぴさんで。そんな言い方してない。そう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 、妹がね、アイカツが好きだったんですよ。あの妹、眠たくなるの？その時幼稚園だったんです。幼稚園。だったんですけど、そう、妹8歳離れてるんですよ。花ちゃん、こんなに自信見たことないだと。そうで、妹がアイカツのゲームをしてたんですね。そうで、妹の影響で私もアイカツが好きになったんですよ。アイカツのカードゲームが小学校 6年生の頃に。そうで、その時にアイカツの、あのイメージモデル、イメージキャラクターをしてたのが板野友美さんだったんですね、AKB の。そう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 。で、それであの AKB48 さんが好きになったんですよ。それその時にめっちゃハマって、そう。さらに突っ込まれないで中学生中学生に入ってからですね、本格的に好きになったのは。 48G 歴いつだろう。そうそうそう、パルルさんもやってました、やってました。いつだろうな。そう、野菜シスターズの時は絶対好きだった。そう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 。そっからね、好きになったんですよ。妹の影響。妹パン。あ、今が5年生ですね、小学校。妹もアイドルなの。妹はね、絶対に多分そういうタイプではないですね。妹はもう今ゲームにもうドハマりしてるんで。そうそう、あやぱんは可愛い声してるの。うん、ゆるキャラじゃん。あやぱんの声可愛いですよ。そう、妹ありがとうって感じです、そう、妹がアイカツとかしてなかったら多分私好きになってなかったかもしれないし、そう、妹ちゃん NMB 7期生。受けない、受けないです。やぱんちゃんは妹、しかもずっと声も可愛いし、ね、ずっとなんかゲームしてる。顔も可愛いしね、優しいんだよ本当に。ショールームあったからシティー好きになって。そうなんだ、ヨシタンさん。そう、オーディションで、やっぱりショールームって、そう、オーディションの時、そう、どっちもね、あの中間発表ね。あ、そうだそうだ、入れなかったんだよ、ですよね。そうだよ ね。そっからの追い上げがね、すごかったんだよ。そうよ、本当にありがたいよね。
試験申し込んだよ、あっちゃんさん、ありがとう。今だから言えることはね、中間発表ね、ありがとうございます。うん、あの入らなかった時にすごいね、うん、結構ね、もう無理だと思った、うん、結構あれは悔しかったよね、うんうんうん、入らなかったの。そう、まあ、入らないだろうとは思ってたんだけど、うん、やっぱり現実見るとね、そう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 、そうなんです。だからなんとかあの配信予約入れてたんですけど、うん、1時間くらいね勝手に送らせたの。あ、そうなんだ。なんですよ。なんかもう気持ちがね、うん、なんか乗らないというか、うん、無理で気持ちがさ無理だったんですよ。その時はごめんなさい、勝手に送らしちゃった。でもあやかちゃんのファンも、あやかちゃんそう結構ね、いやもうだって前向きにさ配信するしかないじゃないですかね、だってそうそう、スレアンさん、タコタコじゃない、応援してくださってる皆さんのために前向きに前向きに配信した時は、うん、でもね内心はめっちゃね結構悔しかったですよ。前しかなんか本当にファンの人がなんかずっとね応援してくれてたのに、そうなんかどう思ったんだろうってすごい気になってます。最終的には声だってそう、うん、本当にもう嬉しかったです。もうなんかね、ママさんタコ10個ありがとうございます。すごいですよね。だって私最初結構20何位とかじゃなかったかな。うん、かぼちゃ推しなの。野菜いっちゃんかわいい、ゆるさん、そうそうそう、そこでニコッとしてくれてすごいなと思った。いや私も、うん、結構悔しかったですけどね。今だから言えるけど、結構ね、うん、悔しかった。前に投票した回があった。わあ、ブルーウィングさんありがとう。もうね本番もねもう本当にドキドキしてて、私もう正直無理かと思いました。あの呼ばれてる時そう泣いたの。私泣いちゃった。泣いてない。いやもうね無理かなと思って。エイトの物販買わなかったのか。そう、ありがとう、本当に泣いた。さすがに焦りました。配信もなくて焦って本当にごめんなさい。嬉しい。ハート500個ありがとう。待って、なんか壊れてんだけど。何が？今。あ、それ私も前なった。なった。これがなったんよ、これ。え、めっちゃ怖い。怖いよね。これ。そう。何？怖くない？これ。めっちゃ怖くない？怖いよね。怖い。何これ？でもね、あの見てる人はね、うん、普通に見えてるらしい。そうなの？そう。私が前なったやつですよ。私がね前配信の時にね。これピコピコビン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 なってるでしょ、うん、そう、怖い。私がなったやつがなってる今、ヘッピーバグってるっていう。気にしない方がいいの。え、これでもね見てる人は大丈夫だから、うん、そうなんだ。そう、じゃあ私が気にしなければいいのかな。めちゃくちゃ楽しそう。怖い。見せて、え、こう見せて見せれる見せれないよね、でも多分、うん、そうビンビンテカテカなってるんですよ。これをねどう伝えていいか分からなくてね、うん、えビンビンテカテカなってるでしょ。何これ、なんかこういう工事のやつあるよね。なんだろう。なんかこうクレーン、なんだろう、クレーン車がある感じ。黄色と黒のクレーン車が、ね、更新ってどうやってするんですか。更新すればいいの。更新ってどこでやるの。待って、みんなが見えなくなっちゃったよ。え、あ、本当だ、みんなが消えた。ヒリさん、こたつみかん猫ありがとうございます。そう、テカテカビンビンなってるんですよ。怖い。え、これ伝えれないよね。うん、あ、なんかね、みんなが消えてね今、うん、なんかね、もじゃもじゃなってる。もじゃもじゃ消えちゃったよ。
そうだ、何を持ってたかは、そうだ、握手会で教えてください。うん、ハイセンシスターズ面白そう。サイアン緊張するタイプでしょ。頭についてのリボンだよ。皆さんにどう伝えれない。サイアン今日も可愛い。リーさん、リーちゃん、そう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 、可愛いサイアちゃん、ありがとう。サイアンさん、こたつみかん猫ありがとう。そうそう、まあでも大丈夫そうです。わかるらね。そうなんです。え、これお化けなの。そらさんこんばんは。え、どういうこと、お化けなの。怪奇現象、将来もお化け。怖い顔をスクショしないで。本当に怖かったな今。そう、パーカーかわいい。これね、ワンピースなんですよ。画面回せる。え、これね結構お気に入りなんですよね。怖い怖い。え、これ見せたい。これね、ワンピースなんですけど、これちょっと見たい。そう、これね、あらら、横がこんな風になってるんですよ。みんないる。更新すると順位がリセットされてしまう。なんか横がなんか更新していい感じになってる。消された。あ、そういうことか。 RGB ではないです。え、そうなの。更新したらダメ。そう、ワンピースです。これゴンさん、だるま100個ありがとう。私が気にせんときに、かわいい。そう、かわいいでしょ。これ結構お気に入りなんですよ。これヒルさん、花た、あ、バラありがとう。右上から更新。そう、ワンピース。これリボンかわいいでしょ。ワンピースです。とかすぐに戻れば男女そのまま。そう、パーカーのワンピあるんだね。あるよ、めっちゃあるよ。更新持ってない。あ、私はそんなに持ってないけど、普通に売ってるよ。リボンつけるよ。昆布つけない。でもお高いんでしょ。お高くないよ。辛い。お高くなかったよ。画面回転させる。そんなに、うん、高くなかった。私高い服基本あんまり買わないので。服見たくて来たら終わってた。服これ、バグっていいじゃん。バグこういうのした方がいい。みんないる。せいじさん、ハート1000個ありがとう。大丈夫かい。島村じゃない。どこだったかな。壊れちゃう。これ福岡で買ったんですよ。ありがとう。パンさん、パンさん、パンさんだって。こうさん、一番抜けてすぐ戻ればいいかね。リーちゃん、ありがとう、応援するね。あやパンが立っただと。すぐ戻ってくれば。1万人超えた、ありがとうございます。おお、1万人の皆さん、ありがとう。え、立ち上がってどうした。今服を見せたんです。配信してる側は更新できない。服を見せたんですよ。私が何もしなければいいのかね。気にしないだけがいいのかね。壇上リセットは辛いですね。ね、好き。うわ、そっか。お疲れ様。こんばんは、マックスコーヒーさん、こんばんは。食べていいじゃん。おかえり。部屋寒いの。部屋寒いよ。ひょっこり。でも私の最強、これなんていうんだっけ、電気ストーブがあるんです。私の最強電気ストーブがね、今あるんですよ。もう本当にこれは神なんです。だって電源つけたらすぐに暖かくなるんですよ。そう。何時まで配信する。どうしようか。何時までする。何時でもいいね。10時半あれする。10時今推薦コメント書いてきたので反映されて。ゆきさん、ゆきさんでいいのかな。ゆきさん、はい、ありがとう。読む、ありがとう。
なんかヤッピーの配信覗き込むやかちゃん顔が丸く見える。嘘、顔丸く見える。え、でも私ね普通に顔丸いよ、顔丸いよ。え、私ね顔丸いけどね頭はね四角いんです。そう、頭のね頭は四角いの私。サービスサプリになるという。お疲れ様です。リエさんお疲れ様です。来てくれてありがとう。宇宙で一番可愛い。推薦コメント書いてください。私へのお手紙と思って。うん、石油ストーブはない。電気めっちゃあったかいよ。めっちゃあったかいよね、この電気、うん、めっちゃあったかいストーブ。そうなんだよ、あやぱんが、ね、そうそうそう、顔は丸いけど頭は四角いの。ありがとう、リコちゃん頭がね四角いって言われた。寝るの頭ここがうそう角。高めのついにしたことない。1万人超える配信するんだな。怒ると角が出る。イクサさん角はね出ないよ、大丈夫、怒っても。ノムさんバラ10本ありがとうございます。リコピ2日連続秒速お風呂でバラだ。そう電気ストーブいいんだよ。リコちゃんごめんね。もうねこれ皆さんにおすすめしたい、本当にこの電気ストーブ。本当に電源つけたね瞬間本当にすぐあったかくなるんですよ。推薦コメント書きました。え、見とくね。つむじゃ一つお手紙待ってますよみんな。あやっぱ怒る。私怒らないあんまり。私あんまり怒らないです。あんまりっていうか怒らない。おもおれたら待ってます。私は穏やかに生きたいタイプなので。眠くなってきたの。おやすみ。穏やかに平和に生きたいタイプなので。ケンさんありがとうございます。心が温まってますか？やったー。そう。水浴び？うん。そう。でもねちゃんと消しあのあれだよ。トシさん。消してますよちゃんと。ずっとつけっぱなしじゃない。マイシンさんハートを平和、ね、平和が一番。あ今日の投票面白すぎたって。イエーイ。ヘバン天使ありがとう。明日何しようかな。明日みんなお昼いますか。サヤカ怒るで。何サヤカ怒るで。サヤカ怒るでだって。私は怒らないって言ったらサヤカ怒るでだって。怒らないよ私。サヤカも怒りません。火事に気をつけよう。そう火事にね気をつけてるよちゃんとね。寝るときは消してるし。うん、あやぱんちさんの子に痩せる。あやぱんちゃんが怒るの。あやぱん私もです。私も緊張するから。ちょっとねそうでもねなんか結構ねみんなねあやぱんって、あやぱんって呼ぶからね。お疲れ様。うん、そう結構あやぱんって呼ばれる。あやぱんだけど名前とかで検索いつもしてるよ朝起きてから検索してます。そう火事怖いから気をつけないと。さやかが絶対消す。綺麗な。うん、どうした。あうんってなんだよ。ちょっとテロップ消そう。明日から仕事か。みんなそっか明日から仕事かな。マカロニさんおやすみね。おやすみ、ありがとうございます、うん、おやすみ。あそうだね浮気すると怒る。でも怒るわ浮気すると怒る。さんハート100個。寝るときはプラグ。うん、抜いてる抜いてる抜いてるよちゃんと。手の動きが素敵。アイドル笑顔ですよね。ね32位になってしまった血汚いけど大丈夫です。え、お手紙出してください。ラブレター欲しいな。そうそうそう、お紙片禁止。リコちゃん全然だよこの配信やっぱり怒るかい。こちらこそ見てくれてありがとうございます。ラブレターなのよまたいつか。ラブレターください。コーヒー飲みながら聞いてます。いいな。汚染できないね。お手紙汚染しちゃダメですよ最初から。さよなら、ありがとう。
巻き髪も似合いそう。ほ、本当ですか？巻き髪でも私あんまりかわいいやらないかな。基本的にストレート基本的にストレートです。タコ10個ありがとう。もう何年も巻いてないかも。マネタというかラブレターになるで。バレないように変装しなきゃ。明日から仕事だね。バレるよ絶対。大学だね。絶対バレるよ。じゃあ明日はあんまりみんな見れないね。怒りっぽい男性は平気かな。通りすがりの人見ちゃってた。花手さんありがとうございます。カリン様、カリン様怒りません。塾でずっとショールーム見てた。あ、ありがとう。明日から仕事だね。そうだよね。夏みかんさん、ありがとう。勉強頑張ってね。時間によっては昼も OK？ よしたんさん、タコありがとうございます。ありがとう。トニーさん、だるま100個。ありがとう。明日からお仕事やから、夜中前じゃなくて。何時までする？どうする？どうしよう。10時、ああと3分終わる？マジかよ。食パンさんこんばんは。同じ年女ですか？明日休み？食パンさんありがとう。同い年？サーヤンは嫉妬します。女の子だ。ありがとう。待ってるね。ありがとう。サーヤンさんタコありがとう。ジェスティンの生産とかニュース、今後ますます楽しみ。ゴーさんありがとう。みんなのプロフィール嬉しい。全然浮気にも優しくなってほしい。優しいよ、優しいでしょ。そうだね。そろそろじゃあ終わろっかな。お手紙書いてると遺言書になっちゃうの。隣のレンで知ってる人見つけたらどうしようかな。秋山かわいいよ、うん、ありがとう。全財配信はやります。やりますよ。ございます。もうちょっと待っててくださいね。さやかりんのことも好きになっちゃった。ちゃんとやりますよ。オーディションの時に名乗ったのあやぱんとさやん。お、そうなんだ。ありがとうみやちゃんさん。素敵な左さん、ぜひぜひぜひ。明日から仕事やわ。そう、明日から仕事の方多いですよね。多分明日さカラオケしようかなと思ったんだよね。お昼皆さん頑張ってくださいね。お仕事の明日からお仕事の方、ね、ファイト。ゆうきさん、おだるま10個ハート10個音符10個ありがとうございます。朝5時最後に2人のスクショだって。あ、いる。うん、フォローした、ありがとう。鳥やみさん、鳥海こうじさん、仕事頑張ってね。鳥海こうじさん、あ、ありがとうございます。私も頑張ります。みんなやっぱ夜遅い方が見れるよね。うん、家にバレないようにさやりに行く。明日まで冬休みの課題、全然いい、嫌いですよね。頑張って、何も言わないもん。課題頑張って、課題めんどくさいよね。寝る方は頑張ってね。お仕事頑張って頑張って。学校も頑張って。よし、明日も朝起きたらパトロールするか。私の一日はパトロールしないと終わらない。終わらない、始まらない。じゃあスクショする。この2日休み取ってます、うん、そうなんだ。鳥海さん頑張ってね、みんな本当に。なんかヤッピーがパトロールとか言ってるわ。お疲れ、ありがとう。あやぴーさん、あやぱんこんばんは。おお、こんばんは。あやか、難しいもん。あやぴーさんって言うんだ。ありがとう、同じ名前嬉しい。ヤッピー見ると近い。ヤッピー近いね。うん、明日は、明日もパトロールしよう。最後にじゃあゆうきさん、スクショする？ごめんね、さっきから。いいよいいよいいよ。
いですか。はい。大丈夫。長い。オッケー。長い。よかった。リッキーもレイカちゃん推しになりつつあるやん。ありがとう。シーンさん花束ありがとうございます。画面が暗くなった。諦めしたくない。私ナイトモードになってるんですよ。明日から日常に戻る方いますよね。そう、なんかね、10時になったらね暗くしようと思ってねしてたんですよ。学校でお勉強を頑張ってる方。そうでね、もうね、それあのね、ナイトモードをあの取り消ししたいんですけどね、取り消しの仕方がわからないんですよ。だからそう、どうやったら解除になるんだろう。もうちょっと遅くしたいんですよね。10時になったらすぐ暗くなるから。斉蔵さん今来たの。終わりよ。そう、画面に可愛がってきた。やったー、ありがとう。本当ですか。嬉しい。ニーハオ有名ウィンク。そう、ちょっとだから今ちょっとでもレッスン頑張ってね。ありがとう。なんかあれになっちゃった。ちょっと暗くなっちゃった。ホタテさんパチパチ。そう、設定でね解除みたいな。こっちもスクショするしたんだけどね、ならないんだよね解除に。10時になったら絶対暗くなっちゃう。みんなありがとう。こいつも応援してるよ。ありがとうございます。こっちもする？あやぱん。スクショやろう。うん、はい。いい感じ？いいかな。いいかな。いえ。いえ。そう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 、そうナイトシフトやってるんだよ。やってるけどね解除ならないんですよ。正直投票してたんですよ。あ、待って、画面か、画面直った。あ、本当だ、みんな見えた。おお、よかったよかった。最後によかった、みんなが見えました。やったー、よかった。ゆうきさん可愛い、ありがとう。そうだからもういいやって。いいです、いいです。もう多分私の携帯が欲しいのかな。変えたいんだけどね。100枚撮ったの。めっちゃ連写してるやん。あざっす。そう、イエーイ。それではじゃあランキング読もうかな。じゃあランキングを13位から発表させていただきたいと思います。さっき正直投票してました。生き返った、生き返った。では13位から発表します。そうそう、13位が KKEB さん、あやぱみん、ありがとうございます。12位がきょんさん、さや家族だね、うん、ありがとうございます。あやぱみんも書いてる、ありがとう。なんだとなんだと。きょんさん、きょんさん、ありがとう。きょんさん。11位がルグラスさん、ありがとうございます。10位がスマホが一番さん、スマホが一番さん、ありがとうございます。9位がナワニックさん、ありがとうございます。8位がエリさん、ありがとうございます。7位がオッキーさん、ありがとうございます。6位がノタさん、ありがとうございます。5位が裏方の親父さん、ありがとうございます。4位がギルスさん、ありがとうございます。3位がマーチェさん、ありがとうございます。2位があーちゃんさん、ありがとうございます。そして1位がこもちんさんでした。ありがとう、こもちんさん、ありがとう。炭酸せんべいさん、タコありがとうございます。ありがとうございました。なんだと。台風案件やん。ありがとうございました。ヤッピーと配信ありがとうございました。ドキドキ怖いな、ね、楽しかった、楽しかった。よし、印象付けたぞ。 TO さん、うん、バラありがとうございます。
ヤッピーもお疲れ様だって。え、ありがとう。ありがとう。コラボ楽しかったよ。本当ですか。キョンさんいないんだけど、よかったよかった。楽しかったね。またキョンさんこっちにいないんだけど、うん、また配信します。え、おやすみ。おやすみ。よしさんさん、さあちゃんかわいい、嬉しい。キヨさんこんばんは。またコラボお願いします。あ、怖くてこっちに来れないの。じゃあ配信切るよ私。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。ありがとうございました。またね。見てくれてありがとう。おやすみなさい。バイバイ。ありがとう。バイバイ。そう、来たら来た